恥ずかしい自分ながら大丈夫ですか。はい、では11レースガールズドリームレース1着になりました神奈川の里宮選手です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。オリンピックお疲れ様でした。ありがとうございます。簡単に振り返っていただきたいんですけど、どうだったでしょうか。機材っていうものの進化と、あとはそのパリのバンクがすごく軽くて、まずは自分のベスト以上のタイムを出さなきゃいけないっていうよりかは絶対に出るっていう自信があったので、とにかく自分の中ではもっと上にオリンピックレコードじゃなくて世界記録っていうものを塗り替えたいと思ってて挑んだハロンで、まあ、正直ちょっと10秒2っていうタイムは嬉しくもありすごく悔しくもありちょっと複雑な気持ちで、ただオリンピックレコードっていうものを数分間の間だけ自分がリーダーになれたのは誇らしいです。トータルしてなんですけども、 100% で何パーセントぐらいのオリンピックですか。まあ、自分の持ってる現状と持ってる力っていうものはしっかりと出し切れたので 100% ではありますが、自分の心の弱さっていうものを、まあ、痛感して、まあ、そこに関して、まあ、コーチとのやり取りっていうものがうまくできてないので、まあ、そういう部分に関して、まあ、パフォーマンスが下がってしまう要因っていうものを徹底的に排除できなかったっていうのはすごく自分の中ではすごくきつくて、なのでそれに関して今後、まあ、競技を続けるならコーチと話す必要がありますし、まあ、これが続くならまあちょっと競技の方も考え直さなきゃなというふうに思ってます。実際、まあ、過密スケジュールでのこのレースになりましたけども、疲れやそういったものはどうだったでしょうか。正直自分の感覚っていうものは全然良くなくて、ダッシュも重く感じるし後半も大丈夫かなっていう不安はすごくあったんですけれど、神奈川の選手が優しく大丈夫だよって背中を押してレースを繰り出してくださったので、すごく自信を持ってレースに挑めました。今回ドリームレースということでファン投票3位で選出されて、なおかつ地元戦でしたけども、声援はどうだったでしょうか。そうですね、やっぱり私の声援もあったんですけど、やっぱり1位の蒼井選手と2位の未来選手の声援っていうものを本当にすごくて、これが1位と2位の実力なんだなっていうのも感じましたし、まあ、自分ももっと頑張ろうって、応援してもらえるように頑張ろうっていうふうにすごく思いました。そうですね、一走してみての状態やこの後の何か改善点などはありますでしょうか。まず自転車のセッティングを元に戻すっていうか直して、今日変えたところを直して、あとはまだちょっと自転車っていうものに今日初めて乗ったので、まあ、時間が解決してくれるんじゃないかなと思うので、そこはしっかりと、まあ、自分の体調を一番に考えてやっていきたいです。わかりました。では最後に明日へ応援の意気込みをよろしくお願いします。はい、明日も強いメンバーが揃っていますが、しっかりと勝てるように頑張りたいと思います。応援お願いします。